それでは、次回ありますので、よろしくお願いします。さあ、あとはエントリーしていただいた、キャラで、すみません、よろしくお願いします。ちょっとトーナメント表には書いてはおりませんが、まあ、あとは第4、ごめんなさい、第3から第6ブロックの方はですね、対戦相手がどんなキャラを使うのかなっていう、まあ、名前を見て判断はできるかもしれませんが、まあ、そんな感じで、判断していただけたら嬉しいなと思います。さあ、というわけで、さあ、2015年もカーストブレイカーありがとうございましたというわけで、さあ、多分おそらく2015年は最後という感じになるとは思いますが、さあ、まったりとまったりと、このちょっと肌寒くなってきたこのシーズンでね、こんだけね、盛り上がって、ここだけめっちゃ気温がね、暑いから、ね、暑いですからね。さあ、まずはですか、予選はさっくりさっくりやっていきます。2台使ってさっくりさっくりやっていきますので、さあ、大会は新兄弟と年兄弟の2台でしていこう。さあ、現在新兄弟は 1P 側が浜地さん、 2P 側が前パンさんの対戦となっております。さあ、そして年兄弟は海海さんが 1P 側で、富田さん、 2P の浜地さんが 2P 側。さあ、さあ、というわけでですね、割と今日もメンツが濃いので、デスブロックが何個か伺いますが、頑張ってください。すいません、もう人数の形式的にこうなってますが、頑張ってください。さて、さあ、一歩リードしていくのは前川さんとなっておりますか。さあ、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 仕込んでいく。さあ、じわりじわりと体力を奪い合って、おっと、決まっていますね。勝ったのは 2P 側というわけで、富田林ベルンハルトさんの勝利。じゃあ、ピーチクさんとハズさんで真ん中の霊兄弟でやりたいと思います。 1P と 2P を決めてください。さあ、まずは皆さん1位通過を目指して頑張ってください。負けた方もまだ2位通過から決勝トーナメントからの優勝は全然チャンスがございますので、さあ、というわけで 1P ガオが内藤さん、 2P ガオが新井さんという体制になっております。新兄弟、さあ、これで追いついた。さあ、止める？下の形ガードからだが、さあ、これはお咎め、きっちりお咎め。バトル2ファイト。さあ、しかし、ここはきっちり決めていく。さあ、これで体力マックス、中堅対決。さあ、仕切り直してからの、さあ、この攻めが強い。さあ、セット、さあ、バランス3、形状使いながらバランス3返していく。飛ばし下がる、ガーッと飛ぶ。さあ、これで内藤さん一歩リード。
っとラムダ頑張らないといけない。近づいて、さて、で兄弟勝ったのはワンピー側ピーチさんですね。じゃあピーチクさんと富田林ベルンハルトさんでやりたいと思いますので、ワンピーとツーピーを決めてください。勝てば割と高みの見物をしながら他の試合を見たりできるというのはとても大きい、とても大きい。さて新兄弟 1P 顔が内藤さん、 2P 顔がマイパスさんの対戦。さあまずタイムフィールは内藤さん、バズバズかけないこのスタイル。さあしかし画面足おがきち、さて結構という点で、さあ長があれば出てくるでしょう。ここで2回4分球を打ちながら必死に追い払っていく、飛ばせていくがダメージ刻まれている。ライン上げる、投げて、さあこれはきっちり、さあこれで戻して中堅対決。さあゲージもお互いこそこそ溜まっている状況。さあライン上げるプレッシャーをかける、さあしかしうまく差し返している。さあお互い体力3割程度奪い合ってからの仕切り直し。さあ画面は手だが、カードしてる、さあ高菜、さあ固まったところ、さあしかし体力ドット、さあ中堅戦を前パンさんが制して出てくる対象ゾーン。さあ体力ドットからどこまで体力を持っていけるかといったところだが、スカール。さあ勝ったのは 1P 側富田林ベルンハルトさんの勝利。じゃあ大会さんとハズさんで霊兄弟で試合をしたいと思いますので、 1P と 2P を決めてください。勝ったのはマイパンさんだ。さあ第1ブロック第2ブロックともに2位決定戦第1試合となります。さあここの試合で負けてしまうと終わりになってしまうので、さあまた皆さん意地として意地でも勝っていただきたいところではございますが、さあ C 兄弟 1P 側浜口さん 2P 側が新井さん。さあまずはタイムアップで先方戦をしていくな浜口さん、ラブだ。さて構えて殴り殺して、亀足さあカーンを差し返して
さあ難度が体力このままキープして中堅戦行きたい穴井さんですが、さあ逆にこの体力ドットがラムダで一気に体力を持っていきたいところですが、近づいてきたところズスキバーバーマンだいぶ切り直した感がある。さあ中堅戦スカル起き上がり投げて距離が離れて、さあじわりじわり体力を奪っているのはさあ、しかしここで捕まえて一気に一発が重い。さあ何かな、さあこんなところ敵に大空、さあハムシさん一歩リード中堅大将戦、さあしかし出てくる3D 筐体カットな 2T5 はハズさんの勝利。普段対戦ですがハズさんとピーチクさんで試合をしたいと思いますが、ピーチクを決めてください。さあ勝った流れでそのまま勝っていけてもいいですし、さあ逆にリベンジさせねえよと、さっきと同じ流れで試合を決めていくっていうのもあり得る。さあ名強隊が2決定戦、ファイナルバトルファイト。素晴らしい決定、勝ったなハムシさん。では、ハムシさんと内藤さんで2位決定戦やっていきます。第3第4ブロックをやっていきますので、第3第4ブロックの方はもうすぐ試合が回ってきますのでよろしくお願いします。第3第4ブロックですね、まあ、第3から第6ブロックは、3人ブロックとなっておりますので、まあ、基本的に1勝1敗で並んで順位がつかなかった場合はもう1周やります。1勝1敗で順位がつかなかった場合はもう1周やりますので、よろしくお願いします。そして勝ったか負けたかだけが重要になりますので、意地でも意地でも勝ってください。なかなかないですか、先方3立てとかしても最小戦にも連れ込んでも勝ったか負けたかだけが重要です。さあ新状態は第1ブロックの2位決定戦、ハムシさんが 1P 側 2P 側は内藤さんとの対戦。さあ3人ブロックはループする可能性があるので、一応2大進行という感じにさせていただいております。バトル3ファイト。さあ潰していく、つかぬ、さあ試合つなげる。さあ勝ったのはピーチクさんですね、 1P 側。バトル4ファイト。さあというわけで第2ブロックは富田麻也生命のルカルトさんが1位通過で、2位通過はピーチクさんとなります。それでは、続いて第4ブロックやっていきたいと思います。最初ラマボズさんとコロッサスさんで試合をしたいと思います。さあ勝ったのは 2P 側ナイトさん仲がいい。じゃあ D 兄弟一回仕切り直してお願いします。さあ C 兄弟は第3ブロック、ピーチさん、フラッパーさん、N なんとかさんのブロック。さあ勝ったか負けたかだけが重要になります。
さあこれは非常にさあしかしここはきっちりカッターを通しに行く。さあそれでは AD 型改めてキャラ選択をお願いします。さあ攻めるカセット止める。さあこのキックの差し合い第2のアグバイス。さあ捕まえて大量がドット。まだカウンター30ある。さあ無理せず攻めたいところですが、さあこれでチャレンジを引きずり出す。さあセットどうかな。さあキッチンワンコン上げやすい追い払って最後ドット振りたいく。さあ対象対決ドン対カセット。さあ手でダメージを取っていく1-3。タイミングを出す。しかしキッチン潰す。あーっとさあ勝ったのは1-3。さて1-3が 1P 側 N-7 とか3が 2P 側の第3ブロック第2試合。コロッサスさんの勝利。じゃあコロッサスさん連戦です。コロッサスさんと2223でやります。後ろです。さあ勝ったのは 1P 側1-1-3。キャラ間違いですよ。ませんして2決定戦やっていただきましょう。ゲームオーバー。バトル1勝ったのは 2P 側2223の勝利。
それでは2223とラマボールさんでお願いします。さあラマボールさんは勝って切り直してもう一周という感じじゃないと続きがない。負けるともう1位2位が確定してしまうので、ラマボールさんは1でも勝ってください。2223勝てば1位通過。第3ブロックの2決定戦、勝てば2通過。切り直して 1P 側がフランカーさん、 2P 側が N なんとかさんの対戦。体力はちょっとここがきつい。そのちなみに試合の結果で絶対に中小隊第3ブロックは結果が出ますので、次は第5ブロックもやっていきますのでよろしくお願いします。中小隊の方はもしかしたらループするかもという感じになってます。対象対決プレッシャーをかける、止める、タイムアドット、プレッシャーがかかる。勝ったのはワンピーカーというわけでフランカーさんの勝利、さんの勝利というわけで第4ブロック1通過、223、2通過コロッサスさんとなります。じゃあ電気状態で第6ブロックやっていきます。電気状態第6ブロック最初大さじさんともみじさんでやりますので 1P と 2P を決めてください。さあということで今日は第5ブロックマッキーゴーがピンサップ 2P ゴーがファーストさんの対戦となっております。まあ予選も最後の第5第6ブロックに入っております。先に対象を引きずり出していったのはマークさん。さあしかし一気に体力を持っていく。ごめんなさい、エリオンですね。エリオン、対象エリオン。さあこれで体力ほぼマックス同士の対象対決。
1で勝ったのはベインさん。それではベインさんとカンシンさんで試合をしたいと思います。さあワッピーゴーがカンシンさん、ツーピーゴーがベインさん。さあベインさんは勝てば1位通過が確定。さあ逆に言うと、さあカンシンさんは負けると1位通過がなくなってしまうので勝たないといけないところと言いながら、さあ画面やって危なかったですが、勝ったのは 2P 側大さじさん。じゃあ大さじさんと杉庵さんでやります。杉庵さんと大さじさんでやります。ありがとうございます。現在ともに第2試合、さあ連戦の方は勝てば1位通過が確定。ワッピーさんを勝たないと予選通過の目がなくなります。さあで今日で決まっている。勝ったのは 2P 側大崎さんの勝利。というわけで、ね、大崎さんが1位通過確定。ではもみじさんと杉庵さんで2位決定戦をやりたいと思います。この試合に勝てば2位通過。提供隊はまだまだ分からない。さあ仕切り直して中堅対決。
は分岐されるが、さあ対象対決、さあまだ分からない。さあ最後で3本でいったな、バスター。さあ待って難しい。レーザーをかける。さあ上がったな、ワンピーガは関心さんというわけで、1位通過が関心さん、2位通過がベインさんとなります。3人になりますね。まずはオーク対トロルの、まあ、体重大決戦でしょうかね。はい、専用武器を持っているオーク対、ハンマーを持っている、トロルですね。お互い攻撃力強化です。はい、ジャンキー刺さってから踊り上がれから昇竜、はい、そこから 2B は刺さらない。はい、アッパーヘイガード買って、はい、弓を巻いて槍をバー出して、はい、続きをするがガードされる。はい、ジャンキー出して、はい、続きが刺さってここからどうする、掴んで殴り殺さずに 6B、 もう一度 6B、 はい 6B、 はい、もう一度 6B。 はい、アッパーヘイが刺さった。弓兵、槍兵、そしてガードからアーマー突きが刺さった。両者が刺さってけよ。はい、休憩のラムラが出てきました。はい、6B がまず多くの 6B が刺さって、右からどうするか。はい、ダンディから空中から攻めていく、奥と地上から攻めようとするラムダですね。ラムダのジャンキーの攻撃力が使いますね。今、はい、ジャンキーで一撃して、はい、弓を巻いて迎撃してますね。はい、アッパーヘワガード。はい、また弓を巻いて、はい、ジャンキー刺さってから踊り上がりから昇竜。はい、これで3割ゲットですね。おっと、弓兵が出る前に 2B が刺さりました。じゃあ中堅カセットです。まずはラムダはジャンエイと 2B で相手を近づけなさないようにしていますね。はい、 2B が刺さってセパレー。はい、ジャンエイで曲、おっとセパレーションは、おっとバーバリアンラッキーが刺さった。 2B にエースパレー、ジャンエイが刺さって 2B にエースパレー。これはピーチさんうまい。ファントムソウルを巻きながら、アイスグラムダに関係ないようにしようとしている。ゾンのファントムソウルは下段無効で、下段攻撃なので、ジャンプ搭載はできません。はい、対象のカーセット、ハンマー、アートハンマーを持ったカーセットです。攻撃力なんと 1.44 倍。おーっと、フォグが刺さった、珍しい。2回転刺さった。これで4割はゲット。あ、ジャンボディを振ったところに、あージャン、わー、今のは救われた、内藤さん救われたぞ。ジャン A が刺さって KO。 はい、内藤さんの勝利です。おめでとうございます。では次は、はい、何ある特定の条件とかによるんですけど、オークが5秒くらい戻ってこないという、現象が起きる時があります。はい、ではまず初戦、またトロル対オークから、オークはワンピー側を取ったので部下呼び放題、そしてワンピー側を取り返す。ただ弓兵が刺さって 2B が刺さる。で、突き押しを槍兵が突っ込んできて、アーマー突きが刺さって、はい、両者が来る、両者が当たって、はい、踊り上がれ。で、中堅のラムダがやってきました。ジャンキーが刺さって、アッパー兵は、ラムダの攻撃で跳ね返されますね。この場合、部下が飛んできません。ただ 1P 側に戻ったので部下がまたすぐに呼べるようになりました。はい、またカウンターして 5B からアッパーで、はい、ここに来たところに、はい、またカウンターから B 波動、
。はい、ジャンジー刺さってから踊り上がれ。昇竜は出ない。昇竜か、Cハドをやろうとしてたところ出なかったみたいですね。はい、ヤリオン弓を巻いてジャンビーで突っ込んでゴシーで牽制。ラムダ側は倉庫をやっているうちにもう体力が2割ほどしか残っていない。そして時間が近づいている。はい、タイムオーバーです。多くの2人抜きですね。では大将の、ハンマーカースがやってきました。バーサカハット、ただ突っ込んできたところ投げましたね。はい、踊り上がれから、はい、野々村さん体力減少の呪いがかかりましたね。ボディで突っ込むが相手はバックステップで避けていた。はい、マナカウンター、ダウンオイルが刺さらない。そして使ったところにゾンのヘルパーが刺さりましたね。はい、多くの3人抜きです。内藤さんおめでとうございます。敗者復活です。多くのトロールになりますね。まず先行戦はナーガル対、ヘルファイアラムダですね。専用武器の効能もあってナーガルの強キャラっぷりはある程度は緩和できると思います。はい、波動巻いて、波動で飛んだところにジャンビーで迎撃。はい、波動巻いて、はい、ミッキーは総裁でガードされる。はい、波動が止まって、波動ミッキーが止まって、護衛のジャンビーで小さい空取って、行動が全て制限されているような感じですね。波動を巻いて、お、2P が刺さった。ナーガルの 2P は長い。 2P 側、トロルがやってきました。はい、2P で、はい、波動を巻いて、頭突きにガードされた。これにクラックルが刺さる。はい、ボディから波動、はい、ジャンプ波動を巻いて、波動を巻いて、波は避けられる。はい、波動を巻いて、はい、空中ボルトが刺さった。空中ボルトロッドが刺さりましたね。はい、波動を巻いて、護衛護衛、波動を巻いて、もう体力が残ってない。護衛で、牽制、護衛の牽制が刺さって KO です。ナーガルが2人抜きしました。そして大将の王子がやってきました。波動を巻いて、波動を巻いて、はい、波動を巻いて、ストッパーが出て、はい、波動に昇竜がかかる。投げようとして近づいたところを護衛で牽制だけに、護衛でいたら空中ボルトヘッドショットは失敗します。はい、波動を巻いて、ゴミ B、波動、チョッパー、また波動、はい、踊り上がりが変わったら、ここにクラックルが刺さる KO。勝者は、ベインさんになります。では次は、ベインさんとムミさんお願いします。東西戦が発生したというところになりますね。では、先鋒戦ナーガル対ラムダですね。今回は専用アイテムを持っていないのでラムダは、頑張って立ち回りを考えないといけませんね。空中ボルトロッドがガードされて 2A5A で外撃がありましたね。はい、ジャンキー刺さって、はい、投げて右でダウンオイチ。はい、ボルト巻いて、ミッキーが刺さる。マナカウンター、右ダウンを1から波動が刺さって 6D が刺さる。波動、おっと、ジャンビー空中は使いましたね。 2P が刺さって波動、おっと、体力はもう残ってないぞ。ナーガル大丈夫か。投げてガーフ。はい、中堅のベルンハルトですね。はい、ワープで逃げつつ、はい、ジャンビーが刺さる。スパークリングブラッドは優秀な飛び道具の一つではあるんですが、使い方が難しい。ワープで飛んだところに、2B が刺さる。マナカウンターして 2D へ、あ、ガード譜ですね。 2D でダウンを打ちは選ばなかった。マナカウンターして、はい、 2D でダウンを打ち KO で、中堅のエリオンがやってきました。このエリオンはアイスエリオンで専用武器を持っています。はい、 5D からゲイザーはワープに逃げられて掴んで投げる。マナカウンター
い、ダウンを一覧刺さらない、ダウンに刺さって、あこれは10割コースだ。ただ落としてしまった。ベルンハルトの声は案外優秀なんですね。ハイパークリーンブランドでワープで逃げ続くダメージを体力有利を取って逃げる逃げる。おっと昇竜が刺さった。おっとマナカウンター、逃げガーフ、あとは逃げるだけ。はいゼロ。そして大将のマーラがやってきました。ただマーラもう3ゲージ近く持っている。なので、ワンチャンスあれば2人は殺しきれる計算になるでしょう。おっとジャンイエが刺さってベルンハルトが倒されて、大将のエディオンがやってきました。この組み合わせは、マーラ側はこういう風にぶっ刺したり、壁に押し付けるというのがやりたいところですが、マーラ側は下手に、スケルトンを呼ぶとエレメントスラッシュで、一気に骨を貫通されて突っ込まれるという恐れがあるので、相当スケルトンが呼べません。はい、ゴジータな、ゲイザー。おー、ジャンシーが刺さった、珍しい。ミシー刺さって、ジャンディー刺さって KO、ベインさんの勝利です。はい、敗者復活、この時点でベインさんの通過になります。おめでとうございます。はい、まず先鋒戦、ゾン対バルガンですね。これは先鋒戦で当たるには珍しい組み合わせです。はい、ファントムソウル巻いてワープで逃げつつ、もっと近づいてヘッドチャージから、弾3発吐いて、はい、弾ごめ、弓を巻いてまた弾を補充。もっと相手が突っ込んでくることを見直して、ハンマー指を使い、ハンマーストップアクションを使いましたけど、無視されてしまいましたね。もっとワープで逃げつつファントムソウルを巻く。そしてワープヘッドチャージから弾3発を巻く。ここに弓アイビーワープで逃げて、ファントムソウルを叩いてワープで逃げる。ただ時間がもうないぞ。ヘッドチャージ3発使って吹き飛ばしてバルガンが先鋒戦を取った。龍拳ナーガルがやってきました。さあナーガルは波動を巻いてジャンキーガード、ミが刺して波動を巻いて、波動を巻いて、はい、ショットでゲリ誘爆をするけど、ナーガルは無視されますね。ヘッドチャージはガードされる。波動を巻いて、ユミはガード、ジャンプで飛び越えて波動が刺さって KO。 そしてナーガル対ナーガル、お互いワンチャンスがあれば、ダークナイトという、100系の決まる 1.5 ゲージで決まる、コンボのエンジンによってお互い6割吹き飛ばすコンボを持っています。2回転で甘えんなと、あれがナーガルの、最も持つ、ひどい技クライミングです。主人公に波動を巻いて弓合い、おっと空中コントロールが簡単になった。今のは弓合いが2回転防ぎましたね。多分11さんの方2回転絶対回してると思います。はい、最初のカーステ防衛させて、防衛クレーンにバーサカット、おっとボルトロッドで、当て投げを決めようとしたがガードのジャンプで避けられた。おっとボルトがジャンプしたところに刺さって、チョッパーが刺さる。これはカースはきついぞ。近づこうとするがナーガルは逃げる。そして追おうとしてジャンプで近づこうとしたら、そう2回転で KO するが体力が残ってないしゲージがないぞ。大丈夫か。そして相手は2ゲージ3ゲージ近くあるイベッター、やる行動はスカイアローでしょうか。あおっと溜めた溜めた。はい、イチイチさんの勝利になります。イベッタはこれがあるから怖い。お互い
おっと、しょっぱながナーガル対、金の斧を持ったドルガンですね。専用武器のルーンアップを持っています。ただ、キャラ相性が非常に悪い。ナーガルが、キャラランク的には有利です。おっと、掴んで投げて、最後、ガッチからスキーの底狙いが決まりましたね。おっと、ただキャラパワーをものともせず、相手の体力をもう、残り3割ほどに削り取っている。神技が刺さって、6-2、6-2。ガードのところに回転技が刺さらない。近づいてマナカウンター。ジャンディから2-2につないで KO。これで、チキンのベルンハトを呼び出しました。ここからドルガンとベルンハルトは、ベルンハルトのリーチは長いんですけど、ドルガンを近寄ると、ベルンハルトの攻撃の判定フレームが、非常に悪いこともあって、ワープをうまく使わないと決めれません。ビーのワープ、ビーが掴んで投げる。ここからどうするの、はい、右に立ってジャンシーグマナカウンターでゲージでガールあガール当たらないただスパークイングブラッドの削り系をしました、中堅のナーガルですね。ナーガル対ベルンハルト、これもベルンハルトはきつい。いや確かにあのベルンハルトきつくない相手いませんけど、おっと掴んで投げて体力回復、はい、バリアを判定、はい、おスパークリングブラッドで牽制するが、ナーガル側の波動も、牽制にされて、戦い有効打が出せませんね。掴んで投げて右、ジャンディから投げて右でダウンを打って右波動を 2A でこすって KO。そして大将のエリオンがやってきました。バトル4はい、波動を巻いて、おっとクラックルが刺さらない、ガーフが刺さって KO。 そして大将のブリトラ対、エリオンですね。専用武器を持っているので、エリオンはおっとジャンディからゲイザーで 6D からおっとガーフには繋がなかった。6D に、スライダーなのでてっきりガーフかと思いましたけど、波動巻いて波動巻いて2ゲージあるからエリオンはゆっくりとゲイザーを、当てるチャンスを得ればよい。ジャンディから恐竜が刺さって2A こすってあと一発刺さったら死ぬぞ。はい、ベインさんの勝利おめでとうございます。はい、では次の試合いきましょう。前方マーラ理論、ただナイトメアブレードを持ったブリスライに大丈夫なのか。はい、ワイドタッチで迎撃、はい、ジャンエー、はい、マーラの護衛は非常に優秀ですね。空対空にも使えて、あ、空対空じゃない、非対空にも使えて非常に便利な技です。スケルトンが使って、 2D から A スケルトン、ワイドタッチに A 波動が刺さる。はい、ヘリコプターから 2D、 ワイヤー波動の発生から 2D のラインを 5B ワイドターチ、はい、護衛でこっちでけよう。中堅のラムラーがやってたので、ね、専用装備を持っているので、ブリトラの、超破壊力にも、十分対抗できると思います。あ、ジャンディ刺さった、先制の試合からマナカウンター制限でダウンに追いつけよう。そして中堅のベルンハットがやってきました。対してランナーの次が使いますが、最高のフライ判定を持つ、ベルンハットフライ判定が非常にでかい。はい、500ボールマナカウンターで吹き飛ばしてバリアを張って、さあここからどうする、キーが刺さって上がる、体勢が上がる、上がるヘルパーが当たる、はい、ゴシゴシ2D、 はい、一応
攻撃で7ゲージを稼いで、ゴビーに対してエースパレーで迎撃される。ただ、大将の、ラムダがやってきましたね。ただ、相手側はラムダの次はナーガルが残っている。ここは、ラムダ側は体力を減らしたくない。ナーガルパただ、3ゲージあるラムダ対ゲージのないナーガルですが、ナーガルはおっとバーバリアン、あー食らい抜け、ゲージが溜まってることに気づいてなかった。あー恐竜で KO、 勝者したのは2223です。さあ悪は滅びた。関西圏のレアキャラ使い大崎さんですね。ドルガン、フィーナ、ナーガルのプロミアスになっています。フィーナは、過去関西大会で朝にもなったことがある内藤さんです。今回は、いつも使っているトロルを使わずに、ドルが入っていますね。先鋒戦、倉庫を行っているうちもドルが使えるか4割ほどになっている。そこからガーフが下がって5円、さっきがガーフされる。ただカウンター、回転、掴もうとしたが5円で拒否された。ただゲーム7カウンターをしたいところだったが体力ゲージが残っていない。両者を呼んで近づいて1ゲージですね。おっと超えるよ。本当に多くのこの空中攻撃のフレームの速さは優秀ですね。総裁取った後に超える大体半撃が取れる。さて経験フィーナ野々村さん、これが先で波動を巻いて、おっとジャンディーが刺さった。ナーガルヘルパーは弓で拒否された。ジャンディーから踊り上がれと言う。ジャンディーから踊り上がれ。そして、フォークで最強のナーガルを呼び出しました。はい、何かあったんでしょうか。バーナーカット。大谷さんというのは旧大谷チームですね。今は最近はボブリンをよく使われています。はい、バドマイケ、はい、5円、おー、つったバナカウンターさん、キラルを5円、ここは業者にもよく見せた。おっと、フランジしてけよ。はい、勝者は内藤さんです。おめでとうございます。では次の試合、総裁戦になってます。なので次の試合は関西代表を選ぶような試合になっちゃいましたね。では先鋒戦始まりました。また先鋒戦はドンがやってきましたね。ドンの空中攻撃を搭載してナーガルの対空勝利が迫る。ゴビー刺さって、はい、監督ソローが空中攻撃じゃなくて強ボルトロックが拒否されましたね。この試合、ナーガル対ドンの飛び道具はお互いに飛び道具道具に関係しませんので、総裁が起きません。なのでお互い飛び道具には気をつけないといけません。投げて、ジャンピーから空中ボルトロットが刺さって、はい、ジャンピーで対空対空叩きつけよう。ベイさんがまず1本取った。中堅は、1ナーガル。ガーズ投げは効かない。クラッシュ発動、3割ゲット。波動巻いて、はい、波動の巻き合いですね。空中ボルトロットが刺さる。これは、ベニさんが12分にナーガルが戻っています。はい、波動巻いて、はい、波動巻いて、また波動巻いて、波動の巻き合いから、
ラッシュプラスからの勝利で KO しましたね。ただ次に出てくるのはエリオン、アイソードを持ったエリオンです。今回ベルーハルトは大将に置いたみたいですね。あ、2位で KO。 そして出てくるのは、ハンマーカーセンド、エリオンとの相性はエリオン側がかなり不利です。バーサクを使われるとエリオンは、何とかして逃げる手段を用意しないといけません。ゲイザーは、バーサクのスーパーアーマーでガードされながら投げられてしまいます。あ、バーサカット恐竜で逃げる。おっと、これはうまい。地位恐竜は無駄に、横距離に動くので逃げるのには最適の技です。あ、危ない危ない危ない。さあ波動を巻いてジャンビレ系、そして副端から、おっとバーサク間違ったぞ。今間違いなく間違ってたぞ。防衛が刺さってベインさんの勝利、おめでとうございます。では次、僕はマーラをやめないよという宣言でしょうか。ただ相手が多くですよこれ。はい、ジャンディから踊り上がれ恐竜でもう3割減っている。踊り上がれ恐竜、そして5割減った。はい、ピースケットン、ヤリヘイが飛んでて、ジャンキー、ジャンキー、バイキン、ゾンビが刺さって、はい、ジャンキー、5A がダッシュに刺さりますね。アッパー兵は刺さらない。マーラ対オークで C アッパー兵が刺さるっていうことはめったにないですね。マーラが基本的にはダッシュに近づかない。はい、ピースケットン巻いて、ジュミヘイが刺さってマナカウンター、そこからゴリーガードされてマナカウンター。はい、アッパーヘイガードされたらシーゾンビ。はい、今のは勝利だったらカウンター取りますね。タイムオーバー。はい、体力半分残してオークが先鋒戦を取りました。はい、中堅戦はヘルファイアソードを持ったラムダです。はい、流れヘルパー。はい、投げが刺さらずに踊り上がりか野々村さん。今回出たのは呪いですね。魔法ゲージが一気に減った。野々村さんは2種類の効果があって、一つは体力減少、もう一つは、マナゲージの減少で大体 1.5 ゲージほど減ります。はい、踊り上がりから昇竜。なので大きく野々村さんを食らうと魔法系のキャラは非常に辛い。そして流れヘルパーで KO。 ただゲージがない。そして中堅のカーセットバーサカット、近づいて投げようとするが、を投げて、またな、スタンから投げて、5B で KO。 さあ、大将の流れですね。さすがやりづらい相手、対空で、1回総裁しても流れの勝利はただの技なのに決まってしまいます。はい、ボルト巻いてバーサカット。はい、空中ボルトロットじゃなくて空中ボルトでしたね。ガードされたところに空中攻撃がかかる。波動を巻いて、いい波動、いい波動、ジャンキーかかった。ジャンキーから1回転。いや、カースのジャンキーはやっぱり、専用アイテム持ってなくても非常に減りますね。またジャンキー刺さって、もう体力が残り少ないの大丈夫か。これ開幕コンタミネーションで終わりませんか。開幕ファントムソウルで終わった。間違いなくコンタミ打とうとしてました。あ、僕はマーラをや、僕はマーラをやめないようはやめましたね。ついに折れた。はい、タンピングにチョッパーが刺さる。ボルトが刺さって波動投げようとしたところにラムダの防衛が刺さる。おお、空中でセンセント投げて右ダブル打ち、恐竜ボディでダブルアップ。マナカウンターダウンを打ち、右で KO。 いや、ラムダ強キャラですから。バトル2ファイト。空中ボルトロットで相手の後ろ側に回る。はい、右
いて、さらに、もっと引き取りですね。波動、はい、バーヘルパー。空中ボルトの時に右が詰まる。あのようにあの空中ボルトは結構隙がでかいです。なので、あんまり打たない方がいいでしょう。なので、今、イキッチさん何もされなかったら、2回でバーヘルパーされてる。何から後でもやってますよ。はい、中継の3セットがやってきました。はい、珍しい 3T が出ました。何かヘルパーが来たような気がしたけど気のせいだった。回れヘルパー弓を巻いて2回転が刺さった。で、入れようカースは大体あのナーガルとか相手だったら6割近く出まして、まあ、おっと開幕はいった。そしてシーゾンビーだ。やっちゃった。ごえはい、エーテルとか射程 6B からワイドタッチがガードされる。そしてミニ IB からシー昇竜、そしてゾンビが止まってマーラ対ゾン。ちなみにあの個人的な印象ですけどゾンの方が立ち回り的に非常に有利です。ゾン側からすると、このように、ワープで逃げながら、マーラの攻撃の撤去を力強く入るというのは非常に強みになります。マーラ側はどうしても近づかないといけないので高いところがありますね。スケルトン 6B が刺さるときに弓 IB、 そして TU で勝利、 A 勝利、コンタミネーションが刺さって弓巻いて刺激からここにコンタミネーション。もう一度コンタミネーションを受けようか。弓 IB の上にコンタミネーションで勝者は1-1-3です。弟が勝ちましたね。やっぱり、ケンシロウの方が強かったということで、ベインさん側は多くに有利がつけられるナーガルをぶつけてきましたね。スーピー側は、専用装備を持った多くです。はい、まず波動巻いて、おっとジャンビーで空対空取った。ナーガルとジャンビーは多くの空対空取れるんですね。はい、槍兵、はい、波動を巻いて波動が刺さった。ボルトが刺さらずに踊り上がれから昇竜。はい、波動を巻いて波動が刺さる。2C は、空中くらいの成果当たらなかった。波動、リリー波動、はい、波動で弓平和ガード、槍平和ガードして、じゃあジャンビー空対空取って波動を巻いて波動を巻いて波動を巻いて C 昇竜で2回転は回さない。はい、波動を巻いて体力的にはナーガルが不利。もう 6B、これは体力的に危ないぞ。これはどうする。今のはもしかしたらガーフ投げやってたら体力有利取れたかもしれませんね。はい、おやっとボールガードさせてジャンビー、はい、ジャンエー、ボエーも刺さって、はい、もやっとボールじゃなくて、野々村さんはガードされた。槍兵はもやっとボールでガードして、ビビーでランクスタイク取りましたね。そして 5D が漏れたところに5A で刺して KO です。はい、ベルンハルト対、カーセントです。さあ、ベルンハルトは今、3ゲージ近く持っているのでワンチャンあれば10割持っていくぞ。はい、バーサ活動したがワープで逃げる。ああ、危ない。1回転、もう一度1回転か。あ、2A でこすって KO。最小のエリオン、ただ相手はバーサク持ちのカースなんで非常に相性が悪い。バーサカット、あー、ゲイザーを投げられた。はい、ゲイザーガードしてマナカウンター、 2Dでダウン用意。 2A、 ジャンシーが刺さって、 5C が刺さって、回転デスクオートするがガードされる。バーサカットを突っ込んで、はい、5A2A2A2A、はい、レイザーが食らった。危ない。 5C から波動、ただ体力はもう残っていない上に向こうは2ゲージ持っている。コンタミネーションで KO。 優勝は内藤さんです。おめでとうございます。